手首骨折したら大丈夫？ねじ固定してるんちゃうじゃんこれ。首骨折してる。じゃじゃ。動くよ。しかも骨折してたら絶対すんな。自己説先生こうやってやっぱトントンって。お前そトントンってしたらこの状態で固定されてまいんけ。これで治るやん。なんか骨折したことない。だから何？じゃなんか大きい怪我したことない。うそや。すごくない？え手術したことない？ないよ。俺骨折で滑り台から5歳ぐらいの時に滑り台の一番上から、うん、あの上下反対こうやって落ちて逆立ちしたの。そう骨折れた。痛っ。見てえ、でもここはどうしたの。ここはそのみんなここな俺実は眉毛俺ここだけ生えてないよ真ん中だけな。それは流行りのあれじゃないだから眉毛にないんで。違う違う、エグザイルの淳さんみたいな感じではないよ。あの、まあ、これは小学校4年生ぐらいかな。あの塾行くときにあの市営バスの階段を踏み外して階段の角いたガーンってここぶつかってここクッパーって開いていた。めっちゃ開いてるやん。クパーってカットのてかお久しぶりです。どういうこと。女神のメイク姿。あそっかやっとメイクやん。みんなも思ったよな。4本ぐらい、しかも4本ってさ、多分さ、2週間ぐらい、2週間ぶりぐらいみんな消す。やばやっとメイクやん。やっとやっとこいつメイクしたがって。やっと長髪変えていたよ、うん、この2週間、長髪じゃなかったから。ほんまに。ただただ顔薄いやつ。マジでそうやで。じゃあもう早挨拶しよう。今日めっちゃ楽しみな企画やねん。ええ。せーの、こんちゃす。どうも、長髪です。長髪です。なこなこです。じゃあ、はい、というわけで。まあ、今日はですね、はい、マジ久しぶりの購入品企画。イエーイ。しかもドンキ爆買いです。イエーイ、ま、ちょっと待って、ドンキ爆買いってマジでさ4年前ぐらい、ゆうちゃんも始めた年時ぐらいにドンキで1万円買ってきて何品合うかみたいな。やったっけ。やったやん、うん、一番前の兵庫県住んでた時。あ、やったか。そう、それ以来やで。ドンキ名古屋の個人チャンネルはちょっとやってたんか。やってんねんけど、なかなかはな、あんま知らないから。めっちゃ楽しみ。もうマジで昨日のやるよ、いきなりかもうか来たら暑いけど。ブランの毛めっちゃ浮いてて昨日の夜焼肉食べに行って、その後にいきなり、うん、なんかドンキ行きたくないみたいになって、うん、で、二人でドンキ行って、そでそのまま爆買いしてんの。そう、で、ほんまにいきなり深夜にドンキで1時間ぐらい、まあ、爆買いして、それをちょっと今回、あ、じゃあ動画撮ろうかみたいな。そう、めっちゃ買ったから、そうそうそう、マジで。でもお互いしかも見てないね。見てない、別々で。そう、サプライズでな。そう、買ったから、そう紹介していこう。値段教えて、まず。俺は9860円ぐらい。結構買った。だってほんまにもう買うもんなくて。舐めすぎ。じゃあ俺買うもんなくて、もういらんかぐらいのやつも買ったで。じゃあ舐めすぎ。え、なんぼした？一回ドンキって買ってきて。え、ちょっとなんぼ？爆買いで。爆買いが9800円って。36,290円です。え、スイッチ買った？しかもうちの領収書の領収書やねんけど、明細見て。辞書や。巻物や。戦国時代の巻物や。マジでさ、文字細かすぎてさ、やばいやろ。ミスやん。これビーって出てきてもうたことやん、いろいろ。やばい。やば。細かすぎ。めっちゃ買ってん。もう紹介していこう。いくで。俺から行くわ、じゃあ。はいよ。すぐ終わるやろ。9800円、さっと終わります。まず、はい、こちら。ペパリーゼ。え？珍しない。そう、で、お酒よ。そう、普段さ、うん、お酒飲んだ時に、あんまりあの飲まへんから、こういうの。うんうん、これちょっと試してみたかって効果あるか。で、次、はい、琉球伝説。そう、これもうウコン。え、これそう、レビュー見て、いいって書いててさ。え、全部お酒のあれを買ってんの。そう、お酒のなんかめっちゃ二日酔いで。そう、普段買わんもん買おうと思って、ドンキでな。で、これめっちゃおすすめのレビューコーナーみたいなとこあってまんまと。そうそう、で、液体とこれ錠剤やから、これどっちの方が効くか自分で見てみようと思って。まんまとおすすめ買ってるやん。そう、まんまと。え、すげえ、なんか沖縄のお土産みたいな。そう、で、次、うん、ちょっとあの、まあ歯とか、うんうん、そっちで、リステリン。臭くない臭くないんや。臭くなぁ効果音みたいに入ってきたけど、臭くなぁって、はい、リステリン。まあこれな、大好き。そう、久しぶりにちょっとリステリン使った。大阪の時使ってたよな。そうそうそう、ちょっと辛いねんけどな。でもこれめっちゃホワイトニング効果。そうそう、なんかホワイトニング効果にもいいね。いい、懐かしい、長山通貨を。次、デンタ。うわ、出た、いいやん。これが、うん、248円でなんと2つ付き。2個でめっちゃいい。そう、いいやん。そう、でもこれめっちゃいいやん。ファミレスはマジいい、いるやん。なんかいい、助かる系多いな。そうで、次、はい、こちら、脇。あー、臭いもん。臭いもん、絶対交換みたいに入ってきた。はい、次、あの、なごみもよく俺のやつ使ってます。使ってない。そうやって使ってない。誰がそんな男臭いやつ使うか。違う、じゃあ使ったな。なんでなんでじゃあ、白子いな。
あの、なごみが、あの、いつも塗ろうとした時ない、あ、もう候補の借りるやって、たまになごみ借りるやん。それ好きやねん。それやって、候補が嫌がる。そういうのが好きやん。あ、俺が、なごみが使うとしても、もう、えって言うじゃ臭いんかみたいな。って言って、それ嫌がる顔みたい。そう、マジで嫌がるから。歯ブラシとかも、候補のやつ使ってやりたい。ちょ、ほんま、じゃあ、おめち。ちょ、ほんまやめても、マジ、これの貸し借りはもう絶対あかんからみたいな。はい、次これブランドの大好きなお菓子。うん、来た。やばい、来た来た。早っ早っ早っ。ブラン、カメラ映ってる。ちょっと後頭部で。これブラン、後頭部見られてんで、みんなに、まあ、久しぶりのこれや。ちょっと、もうちょっとでかすぎる。ブラン、後頭部見られたことある、みんなに。はい、これもうあげんな。もうなあ、じゃあ、じゃあお菓子、お菓子、なに来たん。これだ、これブランドが好きなやつ。ちょっと少ないやつ。はい、よし。はい、はい、テッシュテッシュ。そうだ、これがブランド好きやね。そうだから、これ買いましたと。はい、で次、これうまそう。久しぶりに買った、うん、タラタラしてんじゃねえよの箱、うん、これがあのお酒のつまみでな。タラタラしてん好きやからな。そう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 。で次はもう終わった。だいたいお菓子やな、うんうん、忍者飯とか。えぇ、ー、うん、そうそう、男芸とか。何これ、忍者飯鍋。そう、大きいやつあって。忍者飯、鋼やった。忍者飯、鋼を、なごみ、今、鍋と言いました。忍者飯、鍋と思ってた。ちょっと似てるけどね。これちょっと次、なごみにプレゼントで。いや、パシャ、3つセット。嬉しい。そう、これもう、なんか、いちごとこうってそう。ありがとう。美味しそうと思って。そうそうそう、結婚します、あのサムネ。でも、脇は使わんといてな。脇は使わんといて、サシャで我慢して。脇は絶対やめて。っていう感じです。でも、これでこんだけで9000円。確かに。何でそんな高かったの。でまあびっくりしたことあるか、まあとりあえずうちの紹介いくな。はい、いくで。ちなみに名前は2袋です。ああ、しかも見て、重い重い重い。え、でかっ。ドンキで見たことない。やばいやん。島袋持っちゃう。教えて。もうさっと名前紹介これ早しないと。マジで多いから、シャやばいから。あの分けてん、いろいろ、うん、もうジャンルでいろいろいくで。まず美容系いっぱいいくで、もうバーっと。パックがこれと、これずっと気になってた。そう、なんかバズってて、うん、で、これがあの、まあ、これ前回のね、お保湿のやつ、のこみが報告させてもらったやつの、そう、ケアが、その、ビタミン系が出たから、そう、これ使ってみたくて。で、のこみが、友達、俺の友達がのこみがドンキでおるみたいねって言って。嘘、送ってくれて。ちょっと待って、ちょっと待って。嘘、送ってくれて。そう、みんな送ってくれて。これの動画がな、ドンキで流れてるやん。そうそう。とは、このもう日焼けの季節やから、うん、このね、日焼け止めで、これラベンダーでトーンアップするからめっちゃよくて。めっちゃいいよ。そう、体用に。まあこれからの季節ね。そうとか、これがデジークのアイシャドウずっと欲しかったから、うん、そう、アイシャドウパレット。はい、で、これうちが絶対使うリムーバーね、うん、まつげのやつ。もうこんな感じでバーっといってっていい。うん、で、これあのメンタム。はい、はい、大事。で、美容系が多いな。美容系めっちゃ多いで。で、これな、これめっちゃ気になっててん。なんかシルクナイトのさ、何それ、キャップ、あのさ、寝るときにさ、おばあちゃんみたいな。おばあちゃんがよくあるあのキュッてする帽子やん。そう、これのさ、こういう、え、すごっ、もうさ、靴下やん。え、これ頭つけれんの。え、それどういうこと、わからへん、どういうことこれ。2人でいけんじゃん、2人とも。2人でじゃん、かぶる。じゃ、これかじゃん。顔面ストッキングや。これで、こういう感じで頭回って、そう、一緒に寝れるよみたいな、カップルやってくれる。まあ、ネイル、うん、ネイル、なんかもう一個あってんけど、どっかあるかな。この黄色とか、お、こっち。カチとかね、顔面ストッキングちゃう。この黄色、なんか最近そう、うん、ちょっと明るめのネイル好きやが、黄色のネイルとか、うん、で、この泡の泡立て器とか、うん、で、なんか結構ハー系を買って。ハー系買ってるやん。ハー系見て、これ、そう、これさ、旅行とか仕事の時結構持ち運ぶやん。で、そう、ちょっと買い替えたいなと思って。いいね、これ僕の分も買いまして。見て、これ、え、ベロ洗うやつさ、なんか結構普通の歯磨きで洗ってたから、うん、ベロ洗うやつ欲しくて、うん、これのコウ君も。確かに絶対コウ君もよ、あの下の汚れって溜まってる人そうやなと思ったから。そうそう、舌下が白い。口臭いやつの特徴や。みんな白いからあれ。あ、でもさ、ベロのベロ磨きやったことなかったから。そう、それのな、これもコウ君のありました。ありがとう。あ、まあ、これこれマウスウォッシュ、これいつもお茶碗、これ大事で。ちょっとうちびっくりしたのが、まあ、コウ君、ちょっと待って、なんで男買った。もう違う、匂い強すぎる。強すぎる。違うって、コウ君に、うん、コウ君に買ってあげて。
え、そういうこと2個もいらねえ。あ、左脇と右脇二刀流めっちゃ潔癖症脇界の大谷翔平ってじゃあねさ、これな、うん、ドンキ入ってすぐ入り口にあって、うん、でもこうくんもさ、ほんまにこっから夏絶対必需品やから、まあまあまあ、食えなかったらほんまに死者出るからいや、待って待ってみんなケアは大事やからな、まあ、その夏はね、汗もかくからだからそのこうくんよ、これ絶対こうくん買わなと思って確かに、大事大事で、他はこれあの綿棒なくなったからお、黒のやつとかで、俺白がいいんやな、綿棒え、なんかさ、うちさ、綿棒見るん好きやろ、ね、そう、俺めっちゃ黄色が、黄色なるん好きやろ、そうで、黒は白がつくねんで、あで、それを見れると思って、黒それが、黄色だったらやったった感あんねんで、あと、これ見て何それ、あ、体温計あ、ブラッドドライ潰されたからだそう、体温計最近噛まれて、そうそう、あの、ここがそう、押すことできんくなったから20秒できんねん早っやばない、そう、体温計とか高そう、体温計ちょっと高かったなんかお風呂がめっちゃ好きやから、うん、こういう入浴剤をいっぱい、ね、このキープのやつ好きでとか、あとヒノキ好きやんな、ゴミラ、うん、ヒノキとかあとやっぱ最近沖縄行きたいな、沖縄あ沖縄行きたいけどね空港で買うお土産みたいになってるやんこれ、あ友達に5人ぐらい買って1個ずつ並ぶみたいなさっきのコウ君の琉球伝説琉球やった、もう絶対沖縄行ったやつやで、あの中でやっぱおしゃれ、うん、カップルやから、まあ、まあおしゃれよ、まあ、パリ、あパリね、まあまあまあ、パリ、まあいろんな海外の案件待ってますよって感じでパリやりましたパリです、パリってこんなにさパリって書かへんねん、うん、パリって書かへんから、パリス、パリってカタカナはないやん、あとこれめっちゃ欲しかったん、じゃーん、映るんです、映るんです、おい、そう、買ったんや、だけどフィルムカメラが大好きで、そうインスタも全部もうデジカメとかばっかりそうそうそう映るんです、なんだかんだなかったよ、ね、確かに、でもインスタとかそうマジ見てくれたら、あの後期ドット HK ドット20ドットエンダーバーのエネージーを今ドットバーこれほんまに動画見てる人マジでフォローしてください、ほんまにアンダーバーアンダーバーなぐみさんに NG マジでフォローしてください、概要欄にあの置いてるんでマジでフォローしてくださいあ、これもあったわ入浴剤、めっちゃ入浴剤買うやん、めっちゃ体にいいな、まあまあまあいいけどな、効くから仕事の後とめっちゃ買うやん、あと掃除系もめっちゃ買って、めっちゃ買うやん、こういう何するってか最近な TikTok でな、うん、リステリンぐらいでかさめっちゃな掃除系も見とって、うん、なんか水垢とかな、これめっちゃいいらしくてさ、うん、これ買ったりとか、あとこのトイレに入れるこのリング、うん、楽やからその泡ブクブクってなるやつとか、はいはいはい、あとこれトイレに置く消臭、トイレ多いな、これそんな広ないでトイレ埋まる、埋まります、消臭するやつね、あとこれも昨日の夜使っちゃってるけど、洗剤のさ、でっか以外これさ何個入ってんだよ、コストコ行ったん全部でかいけど、なんか85個入りで多すぎやろ、でもこれとなげりレノア使ってね、これの相性がめっちゃ良くて、うん、の、まあ、めっちゃいい匂い、そうだからこれちょっと高いねんけど、こんなのボール楽やからこれにしてね、あとまたトイレあったら、こうトイレ消臭ちょっとトイレでさ、え、トイレコレクションちゃうでフィギュアのコレクションみたいになってるやん、トイレさ入りません、え、ゴー君のさ、うんこマジでさ、ゴー君のやつってまず1週間匂い残ってお前残りすぎやろお前、で、やからもうこれ買いました、俺の匂いしつこすぎ油よりしつこいやん、で、あとご飯系かな、結構、あ、これアイボン、何それ、あ、目、そう、アイボンうちめっちゃ好きやねんか、うん、で、ちょっと久々にしたいなと思って、確かに、え、それなんか花粉症とかもいいやつ、そうそうそう、目洗えるからそう大事です、コンタクトしてるからさ、あとご飯系がもう多くて、うん、まあ、これはあれレンジでちょっとさ作り置きとかした時に、ああなるほどね、で、このままレンチもできるから、はいはい、ご飯系多いわ、こういう生ニンニクとか生姜、そうチューブちょうどなくなったから買ったのと、うん、味噌、味噌、長いの家はもうこの味噌ばっかりから、味噌、まあ、もうこれはもう大人気よ、家族、まあ日本で一番使われてる味噌や、シーチキン、ね、シーチキン8パックでも多いな、コストコ行ったやん自分だけ、シーチキンは何本あっても余りませんからね、何だっけ、うん、ミルクボーイさんおるけど、なごみってさ、うん、まあある程度なごみお金もつらったり、シーチキンだけめっちゃ貧乏くさいこのシーチキンって確かにさ、なんか高級なイメージあるやん、俺もあんねん、貴重やん、そう貴重やねん、シーチキンってツナってなんかもったいない感じするやん、そうそう、一回やから使い切りやから、なんてチョコでいうタケノコの里とかちょっと高級な感じで、それでこれ一缶使ったらめっちゃもったいないみたいなそのツナってほんまいろんな使い道ができるから一缶一個使うもったいない、でその横で4000の焼肉弁当食べてたからこの前え、どういうことみたいな、トッポギ、トッポギ、そう、鍋好きで、ナゲリアチーズで、これコークに甘辛、おー、ありがとう、はい、嬉しい、確か美味しいもんな、そう、トッポギ好き、やばいやばい、もう置くとこなくなってきてる、いや、マジでやばい、あと鍋もでもお菓子系ばっかかも、うん、何えぇ、ー、サンちゃん
でもめっちゃ嬉しい、もう何個あっても嬉しい。そう、何個何個あっても、これもあのツナと一緒に何個あってもいいやつやから。なんかさ、お互いさ、やっぱすごいなと思ったんが、サシャやろ、で、これコウ君にと思って。すごっ。え、サシャもで、お互い同じを買ってんの。しかもお互いにやん。やばっ。すごくない。で、しかも脇も同じで使ってるやろ、両脇で。これが5年半の中です。すごっ。これは1個も合い、これ1個も合いません。で、あとオットット好きやから、オットットとハリボ、安定のね。なるほど。とこれも好きやね、コーヒーの。美味しいな。でも男、忍者飯買ったで。へぇ、でもまあ人気やもんな。あとブロンです。まだ来た、まだ来た、まだ来てる。もうわかんねよ。まだ、こちら、はい、そうです、あなたです。これで1個あげましょう。これいいの、うん、これめっちゃ噛むよ、うん、ここ新しいの。すごい、これ牛筋。そう、やっぱさ、ワンコってさ、まあ、そうそう、長く噛むやつ、長く噛むやつがな。そう、もうあげんの。ここ一個あげてみよう。だからほんまにさ、実家のお父さんみたいな。うん、どの家もそうやで、実家のお父さんってワンちゃんとかにご飯とかあげすぎてで太らしちゃうの。親父自分のご飯あげるから。よくおじいちゃんとかおるよね。もうあげすぎ、もうなちゃん、えー、あ、もうラストに近いです。いやいや、あのさ、埋まってきてるから、仮面半分ぐらい。あ、これも買ったんやった、バナナチョコも好き。お、いいやん。もうチョコが好きやね、うん、とりあえずこれマスクね。これがやっぱ使いやすいから、いつもこれです。はい、あ、ネイル出てきた、オレンジも買いました。はい、で、ラストがじゃん。もう靴下かわいい、ナイキのかわいいよな。そう、なんか靴下さ、もうさ、新しいの欲しかった。確かに、そういうもドンキ売ってるからいいよな。そう、以上、やばいやん。やばいって。いや、もうやばいって、これえぐい、見て、えぐない、やばいな。もうマジさ、ドンキのさ、さ、いっぱいカゴに入ってるさ、残り品みたいな、わかる、ごちゃーってなってる感じ。そう、ブラン、どう、お味はどうですか、ブランさん。どうですか、ブランさん。ノア、食べてないやん。ノア、何してんの、いらんの。喜んでるわ、ね、うん、噛んでる、噛んでるわ、かわいい。カメラ回ったから、まあ、炎上するから食わなあかんなって意識高っ。残したら戦えるから。あれ気に入ってるやん、かわいい、美味しいな、よかったね。ちょっとさ、なんか食べよう、まあ、カレープで食べながらちょっと話して。え、てかびっくりしてんけど、お互いのさ、なマジで。だからさ、コウ君が最初商品紹介したやんか、なんか出てくるたびにさ、確かに一緒のやつ、かぶりすぎてへんみたいな。でも日常もこれで困らんようになったら。さっしゃ食べよう、いただいてもよろしい。全然いいよ、食べて。いただきます。いただきます。で、これな、冷蔵庫に入れて食べるのがうまい。うん、うん、おいしい、完全にうまい。俺ってなんか誰かに似てるって言われること多いんよ。うんうんうん、でもマジで多い。トップ2分かったわ、シラスジンさんとジェイクっていう、うん、K-POP の方かな、うん、がもう一番多い。でも分かってくれる人多いと。俺これ冗談抜きで、だからみんなが言ってくれるんだ、コウ君が自分が今ちゃう。いや、違うやっけ、そんな俺ってのはいろんな人言われるから、うん、果たして誰なんやろみたいな。あ、自分の中で考えた。そう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 。でもほんまにコウ君ってちゃ幅広いね。そう、幅広い。言われる人がなんかめっちゃ幅広い。なんかどこの国にもおるし、なほんまにそういう韓国系とか、もうアメリカ系の人も似てるって言われる。似てるって言われるし、日本も芸人さんとかさ、俳優さんとか、ゆうたさん、ゆうたさんまである。 YouTuber もうめっちゃいろんなジャンルも言われる、うん、でもそんなさ、どこにでもいる顔でもなくない。うん、まあどちらかというとレベル高い顔やからな、普通に。サシャってほんまにうまい。サシャはうまい。で、長井さん似てるって言われる人全然おらない。菅田将暉さんやね、一番多いマジで。長井すっぴん時言われるよな。え、菅田将暉さん、佐藤健さん、でもな、男やったらマジ超イケメン。あと佐藤勝利くん、あと佐藤勝利くんな、うん、男顔なんやろな。マジで男顔やね。女の子あんまないよな。うんうんうん、自分らの子供ができた時にどこのパーツをさ、お互いこう寄せ合いたい。ああ、まあディベートしよう。じゃあこのパーツごとで見ていこうか。うん、まあでも顔の小ささはやっぱり名古屋みたいに小さいわけやん。顔のコウ君よりはな。赤ちゃんの時は俺のサイズで出るよ。赤ちゃんって等身3等身ぐらいやから。コウ君の今のサイズの前にマジで部分大変すぎて死ぬって。赤ちゃんすっごい頭大きいです。全然出てこない、ごめん、もうちょっと切りますねって。チョキチョキチョキって肛門ぐらいまで切ってやっと出てくる。マジでうち大変や。まず頭がもうめちゃくちゃ大きい。これこの子元気ですねって。うちさ、うち
の弟さめっちゃ顔でかく頭でかく生まれてきてさ、うん、立ち合いできたやつやから、うん、生まれてきた時にさマジでさあの北風小僧のサンタロウカンタロウあカンタロウサンタロウサンタロウって au のキャンペーンのやつじゃん。カンタロウやカンタロウかカンタロウが被ってる帽子わかる、うん、これだこのでかすぎるこの帽子がマジでお母さんのとこから出てきたと思って小学校の時びっくりした。カンタロウ出てきてるやん。まあでもパーツで言うと、まあ、目から目鼻口やろパーツって基本、まあ、顔のサイズはじゃあ打ち合ったとして目はまあ和みやな。まあ、まあ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 サイズ、うん、鼻はでもなごみ高いもんね。俺も高いけどなごみ高いシャープな話してるからなごみ口俺分厚いからなごみの方がちょうどいい、まあ、口結構褒められる形そうだからなごみ、うん、全部なごみやんなあこれなごみやん。じゃあうちが生まれたら俺の遺伝子ない方がいいやん俺の精子からなるべく俺の遺伝子取ったもう水みたいなやつ渡すなかろ過してろ過コウ君をろ過できる。俺あの石とか砂とかでジャンルで分けてなごみに届けなあかんやん。えでもほんまに、うん、どっちものパーツでも、でもな俺がちょっとあのろ過せんくて俺の濃密なやっても、うん、俺どっちも顔整うと思うマジで子供、うんうん、男の子やったらなごみって男顔やから、うん、いや男そうやな顔濃い子生まれそうな気がするのよ、うん、でコウ君の女の子バージョン可愛いと思う。そう俺って優しい顔や可愛い顔してるから犬顔やん。え、なんかどちらかというと俺が女顔で、なごみ男顔じゃん。うんうんうん。いや、だから相性はなんかいいんかなって思うよ。うん。そうそうそう。だから子供楽しみやねん。なんか一回さ、AI で作ったやん。なぐらの子供、うんうん、めっちゃ可愛かったやん。そうそうそう。まあ、どういう、どんな子でも可愛いんやけどさ。結局自分の子供やから顔とかは別に何でもいいんやけど。間違いない、それはそうやけど。でもそのどういう子が生まれんねやろなって感じ。そうそうそう。想像すんのが楽しい。そうそうそう。っていう感じやな。まあ以上商品購入紹介でした。子供できたらドンキいっぱいこうって見たくない。そうそうそう。でドンキであの遺伝子なるべくろ過できるそうちゃんってちょっと教えてください。まあ、あのみんなこれちょっと気になったやつあったら、ほんまにそうレビューで教えて。なんかだってこうくんのさなんか飲むやつとか気になるもん。そうそうそう。あとお菓子も美味しそうやった。うん。ということで、はい、今日はこれで終わりたいと思います。まあ、みんなもあのドンキ沼なんで行ってみてください。いやマジで。マジでドンキいたら一生れ一日折れねえけど。なんかちょ久しぶりのマジ購入費用化してしまう。なんか次また違うところで爆買いして。コストコだ。確かコストコ行きたい。な、うん。ということで次回まで、はい、バイバーイ。みんなコメントとあとハッシュタグ天才いっぱいお願いします。あとインスタフォロー絶対お願いします。あのフォローしたらコメントしてください。フォローしました。コメントを返しに行きます。インスタはアンダーバーアンダーバー NADOMI アンダーバーアンダーバーです。ロッカー入ってる冷たいやつ